ます。小学4年生10歳、5年生10歳の彩乃です。小学5年生10歳の里奈です。小学4年生9歳のルリンです。私たちエンジェルナンバーです。よろしくお願いします。今日は急遽ノアがねお休みになっちゃったんですけど、3人でやりました。ありがとうございます。ありがとうございます。3人。
カレーライスの、ハヤシライス、ハヤシライスの、じゃあ何、オムライスオムライス、その流れはそうだわな、マジ、ちょっともう一回言ってみて、多分ね、誰も覚えれないわ、カレーライス、ハヤシライス、オムライス、ハヤシライス、カレーライス、カレーライス、やばい、いいぞこれ、どっちも変わんないってね、マジで、じゃあオムライス、オムライスは見たじゃん、いいじゃん、オムライスも可愛いじゃん、オムライスみたいな自慢してた、あちょまげじゃない、あちょまげない、次あのバンバンバンやってるんだ、旗持ってくる、あるよ、なんてリナオムライスになる、いや、照明ここに行ってたから照明ユリちゃんなんでオムライスって言ったら、そしたらユリちゃんにはなんかさっきお話ししてた時に聞いてきたリノちゃんもオムライスになるんだよって、リノちゃん明日オムライスなの、大変だね、こっちが名前、名前、あ、名前か、そうかそうか、どっからそうなったかわかんないですよ、リリーもなんとなくなんかあのそこで待ってる時にリリーから明日からあやはオムライスで、あやちゃん誰のじゃんの、わかった、名前が、名前はね、分かる分かる、じゃあね、次ね、あのステージ出てきた瞬間、カレーライスあんま違った先生言ったから、で、何、林ライスで、林ライスだから、あのライスって二人ともついてるから、オムライス、なるほど、なるほど、そういうことか、ちょっと1個言っていい、チキンライス言った、ちょっと1個言っていい、なんで2人ともさ、ルーキーなのにリナだけ卵上に乗っかってる、卵好きなんじゃない？卵好き。ちょっと待って、オムライス以外考えよう。オムライス以外料理の卵ダメなんだ。チキンライス。いやいや、それ医者を考えたからダメかもしれない。チキンライスって何？え、チキンライス知らない？俺はまだ。いや、全然全然ちゃう、絶対。焼き鳥で炊いたご飯。嘘だ。じゃあ、もらうわ。オムライスもらうわ。オムライスもらった。なっちゃん、オムライスもらった。なっちゃん、なんかオムライスの上にこの辺見えたもんね。いいね。あマスク、あマスク、あブブブブブブ。うまいな。うまいな。パパの目だな。あマスク。あ、笑ってんのよ、ってことは、あ、ワイ笑ってんね、じゃあ、リナちゃんは右利きだ、おぉ、見えすぎあ、足足、足で塗ったの、リナちゃんは右利きだ、あ、大丈夫、あ、あ、あ、で、こっち側はパパに塗ってもらうときはパパは右手で塗ったと、おぉ、俺こんなに、はい、それではですね、皆様、集合写真を撮りたいと思いますので